そこまでできる。まあ最高だよ、ね、まあ2階な。2階建てだから。あの、上は、まあ何人寝泊まりできるかな。布団は 6, 6セットぐらいあるから。ああまあまあ。泊まってくるには勝手に寝,寝泊まりしろよってで。まあ風呂はめちゃくちゃ広いんだよ。うん。 国船持って行くよ。だからなんでそこで一番搾りがもう参加予定になってんだよ。いいよ。親は大事にすると見返りめっちゃありますよ。俺は全く大事にしてない。うん。うん。ハッピー。俺はね。なんたって親の携帯電話着居してるぐらいだからな。 一切俺とはもう、なんだってよ、前科十般の息子と連絡取る人もねえし、あの、そこってよ、部落みてえな集落だから、もう俺が6でもねえのは分かってんのよ、みんな。周りの人間たちは。ジジババしかいねえし。で、俺が、十、十何年前だ、十、 3年前に帰った時も、あんまりいい反応はしねえやな。うん。一応は挨拶してきて、あの、俺は長男だからさ。帰ってきたんだって言って、あ、もう、もうめっちゃくちゃ閉鎖的だから。ああ で、夜になるとさ、あの、ともくん、あ、俺、トモのりだからな、ともくんに、あの、これって言って、なんか食い物とかなんだとかいろんなもん持ってくんだよ。うん。それは、持ってくるっていうのは、どぶりンどういうことか知ってる。田舎の特徴。持ってくるのは、 様子を見に来るだけ。違うよ、貸し借りじゃねえよ、バーカ。お前わかってねえんだよ、あ、うん、そういうことだよ。それで後で、あ、なあ、ああだったよ、こうだったよっててめえらで話つな、するんだよ。何貸し借りとか、お前は騙されるタイプだよ、ドブリン。あ そういうことだよ田舎者は隠室なんだねうんああ、拭きにとかなあともうよ、漬物とかいらねえしマジでうんだから漬物持ってきてもね、<laughs> 俺はねえからよとか言って やばいのじゃねえと食わねえからな、つって <laughs> ああ。もう向こう固まってっからな。ああ銀次、俺だったら、そんな態度されたら村の人間全員閉めますね。うん、いや、もう別に閉める必要もないよ。もう、もうい慰ぎ短いのばっかだから。 どうせ、あの、まあまあまあ、寺はあるんだけど、そこの段家だって、もう、段家に、そこそこのことはやれてないんだから。東京がいいよ。ああ、東京は嫌だよ。うん。あの、次の世代が、まあ、俺のもう一個下の世代が、あの辺で暮らすいい、 暮らし始めるようになったらちったゃかあるかな。うん。っていうか、俺の代はあそこには住まないと思う。うん。親が亡くなったら多分どん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 売りに出るか、あの、空き家、今、ほら、日本って空き家問題がすごいじゃん。多分そうなあるよ。うん。 多分そうなると思うよあ,あ、うん、そういうことようんだけどまあ結局よお前ら考えてみうなちゃんマンの生活って インターネットがあって酒とタバコがあればあの成立するわけじゃん。ガチで。だからまあ家賃かかんねえしなうん。もう悪かねえとは思うけどな。 うん、私は親が亡くなったからそこに住んでます。マンションロールなし。うんだからそういうことよ。だからいよいよになったら、だけど。で、弟がいるんだけど、弟はまあ、興味ね見みてだから、なんか、とんでもねえタ,タワーマンションまた買ったみてえだし。バカだから。うん 八条島翔太。<laughs> おい内閣俺を島流しにすんのはやめねえやおいこの野郎しょったろいらっしゃいそういう発想じゃないんだよねえ。なんで俺がね、八条島の、まあ、最悪っていう、その、ね。島流しじゃねえか、それよ。お笑いだよ、もうそうなったんだ。 ああなんでバカなの弟いや弟の方が優秀だよ一級建築士であのー、仕事いっぱいやってるしうんアンチはなかなか来れないあー俺の実 他に、俺がもしす、住むことになったら、すぐバレる。だって、ほとんど人が来ない街だから、来ない街っていうか、来ない道だから。歩いて来たとしたら、もろ目立つし、車もそうだし、タフケナンバーなんか来たら、お前、周りの人間がみんな、見るから。あ,あ。 そういういことよそりゃそうだよおめえ実家のな庭に滝が流れてるようなところなのにだるまはやってるああ親父はもうやってないみたいだよハッピームービーのんきにやってんじゃねえの知らねえけどごんたいらっしゃい のんきかどうかわかんないけど。うん。この間なんか、ちょろっと俺が母親と話してたら、親父に電話変わったけど、ああ、泣き言言ってんなと思って、知らねえからよ。まあ、まあまあ、長生きしなよ、とは言っといたけど。 店と言えば別の場所にある。だからもう店はないんだって。ハピオピー。俺の父親の店だろ辞めたんだろうん。あの、体言わせたから。だらなんかリハビリとか言ってるみてえよ。うん。 だから、まあ、母親的には俺に帰ってきてほしい、ぽいけどね。おい、やだよ、あの親父と一緒に暮らすのって。うん。いやいや、もう、うん。観光名所になりそう。いや、みんな遊びに行くんだったらいいんだよ。その代わり、 親が生きてるうちはダメだね、うん。俺一人であそこにぼっちになったらもうお前らいくらでも来ていいよってなるよ。鍵いつでも開けとくからよ。ああ、うん、遊び来いやって。兄貴ありがとうバーのー決まったーあらーっす。庭もあるしよ。うん いや、広くはないんだよ。広くはねえけど、あのー、よその、固定したんでとか、なんか固定したでは弟がや、やってるみたいよ。今のところは。うん。弟ほら金持ちだから、A さん。前のよう、 女房にを、<coughs> 7800万ぐらいのタワマンの権利、あの離婚して持ってかれて、今度また1億ぐらいの買ったらしいからよ。バカなのかなと思って。今度のにも、<coughs> 今度のにも別れたら持ってかれるぜって思ってるけどね、俺は。 いや、これなんでなんか一軒家は買わないんだよなまあまあけん設計のそういう仕事不動産とかもたけてるから「おい静けにいらっしゃいあの動くものは買うんだけどもう勝ちって動かないものは買わない主義みたいよ。 まあわかるっちゃわかるけどな、売っ払えれるか売っ払えねえかっていう話だから。うん。一軒は都合が良くないんじゃない都合っていうのかな、自分で一軒は建てりゃ安いんだろうけどね。業者、自分も知り合いもいっぱいいるだろうから。てめえが設計士だから。 土ちだけ買えばいいんだからよ私もマンション買おうと思ってますだから、そういう風になっちゃうんだよなう,ん、うーん。どうなの兄貴あまあ、あ、ネギ肉はあの、商売やってるからやっぱりと土地入れ、地,地場でって いや、今、買い時じゃねえと思うけどな。いや、どうかな。俺は、ちょっとわかんねえ。うん。だから、当たりと外れが、差が激しいんだよな、板橋な。うん。これはね、まあ、お金持ちは、もう、しゃあねえな。 って思うかもしんないけどギリで買った人間は結構食らってんの多いよ。と思う俺は、うん。俺なんか貧乏人だからあなんてことねえけど都心はよ。 四区じゃないとだから限定的だろうん。内閣まあなマンションまあタワーマンションだったらそんなに壁が薄いっていうところはあんまりないんじゃねえかなうん。 っていうか、タワーマンションとか、なんでみ、みんな憧れなのかわかんないけど、俺、タワーマンションだったら1階か2階に住みたい。な、なんで上に住むのかわかんない。うん。お、俺だったら1階にするね。うん。 デイリー楽だし。うん。あと、今社とかついてるところとかも結構あるじゃん。同じマンション内に安い物件では。<laughs> だから、もう、次から次にあ変わってくんだよ。うん。 初期売りの値段と、今がどのぐらいになるのかわかんねえけど、一階のところにウーバーのやつらで混み合うんだよ。いやいやもう、あのね、マンションの一階は別の入り口があるから、その、メインのところじゃなくて、大概あると思うよ。裏が。あの、住人用の出口と、あの、 一回やつのところのが、一階に部屋あるの。だから一階の部屋は、あるよ。二階からは、何フロ、何、何部屋かあるけど、一階は、一個か二個は絶対ある。うん。それは、ホールがあるから、部屋は狭いかもしんないけど。変な話。 1LDK で80平米ぐらいとか、1階だったらな。そうだよな。ハピな。タワンワンの1階なんて。まあ、そんなもんだと思うよ。最上階に、もうやめとけ。絶対やめといた方がいいと思う。ああ。ああ、でも、住んでみて、 うんって思ったら、あの、貸し出しちゃえい,いんだペントハウスって言うに、ペントハウスかどうかわかんないけど。だ、一階はちょいだからんだよ。うん。それはなんでかって言ったら、庭がついてるから。ああ <laughs>、よくわかってんじゃねえかよ。そうなんですよ。そういうことです。はい。 そういういことです、はい、よく知ってね調べてるねあ、俺の弟は最初にタワーマンションに住んだ時1階で 4LDK で庭付きあ。自由が丘。もうバカだろ。あれいくらしたんだろうな お前これいくらしたんだよ、ここよって言って。うん、言わなかったけどね。ああ。アホかっつうんだよ。まあ、もう超えてると思うよ。うん。言わねえけど。あ、管理費はそんなに変わんないと思うよ。うん。 うん「おおめすっげえな」って「ここ」って言って。変わるからまあそれはあのトータル的には変わるかもしんねえけどまあ確かにエレベーターの電源とかなんだかいろいろあるからな。 タワーなのに自分の物件はボーンはれでした。子供の空手の練習で下の階から来るだから子供の空手は空手の練習場でやれや。板橋。そこは間違ってる。うん。部屋でやるな。ほんとに。 ダメよお前本当に。<laughs> だから子供は空手道場に通わせてそこでありや。うん、なんで家,家なんだよ。あー、RC 行こうぞ。うーん。でも一回クレーム来ると居心地悪いんです。 まあ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 、しゃねえな。まあそれはな。そしたらよ、もう、田舎でよ、一戸建て建てるしかねえよ。あそこ、うるせえ、うるせえでもう言われないような。隣の重低音がすごすぎてクレーム出した。 あのー、オーケストラとか聴いてる人ですか隣の人は、住人は、ね夜中に。もう、最悪なパターンにぶつかったね、ハピオピ。ねアウトだろ、それ。もう、それはやめて、みたいな。 純いらっしゃい。高島台あたりに一軒家買うと、あ、俺は板橋進めない。なんでかっていうと、あそこら辺は地盤がもともと田んぼ地域だから、地震に弱いぞ。うん、硬くないし。だから、坪単価が安いんだよ。 安いよ平地で買おうとしたら。うん。詳しいですね。埋め立て地の団地、だからやめとけっつんだ揺れたら終わりだよ。あそこのき並み、武蔵小杉のタワーマン、覚えてるお、覚えてるっていうか。 あの辺、だって乱立してんじゃんドブリン。うんーだからそれはさどんのなまあそれはドブリンも今言ってるけどうんー飛びついて売ってほんでじゃあ結局どうなったのっていう話じゃん。 でも買っちまったらもうそこ住むしかねえもんな。あとはよ、俺面白いのは豊洲。豊洲買ったやつ、後で泣き見るぜ。ざま見ろだと。なああれ2億ぐらいすんだろ ?1 億6千とか。 一番上だったら2億3,000万だろあバカだなあんな。アホか。まあまあまあお金を持ってる人だったらまあいいんだけど投機目的で買うやつもいるからな。 いや、ざまみろとは言わないようん。ゃあお金持ってんだからそのぐらいでうん、うん、買っちゃうっていう人もいるしねだって変な話フェラーリ買ったりよランボリニ買ったりとかあのキャッシュで買ってるバカもいるんだからよ。だろまあまあそこらへんはな。 通勤時間に、あ、だだ、お前はダメだ。あのね、そういうところに住んでる人は、通勤時間に通勤しない人、もうもう間違ってるよ。そういうところで住んでる人は、並ばねえから。 ああ,あ,あいやわしでもなくわしじゃなくタワマンのそれはあ、ギリギリで買ってる人でしょだからそういう人はしゃあねえじゃん並ばないじゃん。戦士村のあの マンションどうするかっていう話いいんじゃねえのあんなの。あんなとこにいよう、あんなワンルーム山ほど作って、誰が住むんだっつうこの野郎だよ。なあ、外に出るまで時間がかかる、マンションから いや、それかかるでしょう。うん。え、そんなのを計算できない人間は、そういうタワーに住まない方がいいよ。何のためのタワーに住んだのかっていう話。うん。なあ、俺だったら、 いつもより5分早く用,用意をするよ。いや、だからめんどくせえんだったらそこ買わなきゃいいじゃん。そこ住まなきゃいいじゃん。じゃあよ。普通にバラクへも住んでおきゃいいんじゃねえの。買いませんが。で、買ってねえんだったら、 めんどくさい。もう、だだ、お前は言ってることが本当に小じき。お前金ねえだろ。おい。話に乗ってくんな。お前はダメだ。どんのちょ、タクシーなんか来ませんよ。ヘンな場所。ああ、ヘンなタワマン。いや、そこは別にだって朝から用事ねえだろ。 都内だけじゃないです。手書きまで問いましょうどうなんかなぁ。知り合いがたわんかって、東に飲んでもうささえ、それはまあ、しゃーねえよ、もう。うん。階段で降りたら、いい運動になりますよ。絶対行きたくねえわ。うん。 うん。行かないかね。その、もう、もう、あ、あそこの人変わってるねって言われて終わりだよ。田舎と田園地帯地にポツンとマンションだったりする。ああ、でも、田園地帯に建つマンションは、基本的に、 あの、やばいからね。あああの、もともとの地盤がガッチガチのところに立つんだったらいいけど、なんで電源なのもう、ゆるゆるなのはやめた方がいいよ。まあ、もう、俺ね、板橋、千葉県はほぼオールアウトだから。あ,あ。 オールアウトああもうもうやばいからああオールアウトあの硬くないんだよだからあのなんだっけあれえー、っとね地盤調査士とかいうその そういう専門家いるよなだから俺さちょっと前にさお前らなって地震って実は政府はみんな知ってんだよって俺言ったじゃん今回の石川県の地震震度5強 かなんかガンガン来てるけど、やっと言ったなーって思ったの。地盤が6センチ上がってんの。これね、なんでかっていうと d p s みんな埋め込んでんだよ。それなりのとこに。で、 衛星からその GPS の距離を測って、どこがどのぐらい歪んでるかっていうのを全部把握してんの。だから今言ってないところ、例えば南海トラフだって海底にぶち込んでんだよ。言わない。絶対言わないから。 だから、恐ろしいっちゃ恐ろしい。それをな、あの、だから千葉の東方はもう8センチずれてんだよ。うん。千葉県東方沖。いがんでるレベルで言うと8センチかな。うん。な、なんだ8センチかって思うじゃん。 8センチ <laughs> まあ、8センチが緩いのかどうなのかね。ドーンってきたらどうなるかね。なあなあな結局、国は国土の周辺地帯に、 衛星からの情報でキャッチしてるから、ただそれを直結させないように、情報だけはね、取ってるけど、あのー、後々になってから言うだけ。だって地盤が何センチ浮いてたとかさ。だ、東日本大震災で、 あれ、地震来る前に、ガーって地面が沈んでんのも分かってたんだよ。なあ、東日本大震災、40センチ地面が下がりました。それは元から分かってたことだから。来る前にだよ。 んあ,あ、銀ちゃんまあ、俺も、東日本大震災に関しては、俺はさ、なんで、だから、俺よ、俺が、すごい悪く言われてるの、まあ、言い方が悪かったかもしんないけど、過去の教訓を、なぜこの人たちは、あの、 うーん学ばなかった。まあ、た、確かに、助けに行ったとか、なんだとかあるけど、いや、もったいねえよって、死なない命が死んでるってことは、俺は、なんだろうなぁって思って。ああ、銀ちゃんああ、そっか。